そうですね。特にまあ僕みたいにジャズも好きだし、ロックも好きだし、ファンクも好きだし、ソウルも好きだし、でそれをこう一つのライブで全部凝縮したいみたいな時には、まあ、全部こうね、ギター持ち帰るってわけにもいかなかったりする時に、もうこれ一本でもピックアップをこう切り替えるだけで、あらゆるジャンルの音楽に対応できる一本かなと、はい、思います。まずびっくりするぐらい軽いですね。やっぱレスポールってすごいこうずっしりくるイメージがあるんですけど、こう手に持った瞬間にまず軽さにびっくりします。で、音はやっぱりこの、なんていうんですかね、中がこうホローボディ、セミホローボディになってるから、すごい箱鳴りがすごいんですよね。アコースティックでもまずすごく鳴ってくれるっていうのがあって、なのでめちゃめちゃこうジャズ好きな僕としては、もうこれでまずはジャズを弾きたいなみたいな 感じでした。はい、もうこれフロントのピックアップはもうまさにジャズトーンっていう感じで、もうその甘い、そのミッドがよく出る感じで、その太い音がするんですけど、そのセンターやリアに行くに従って、そのもともと従来の、そのレスポールっぽい感じがどんどんしてくるんですよね。で、ただまあやっぱりそのフロントのこうジャジーなトーンがあるので、このセンターはやっぱりすごい、こうなんていうんですかね、こういわゆるセミアコ的な、そのこうトーンといいますか、例えばこうちょっとジャジーなファンクだったり、ジャジーなソウルっぽいこうカッティングをしてみたりっていうのはすごい気持ちいいですね。で、リアはもう本当にこう抜けるんですよね、パゴーンってこう。で、やっぱ歪ませて弾いてもすごいこうファットなんだけど、上がすごい抜けてく。で、甘さもあるっていう、こうレスポールっぽい音がします。Thank you.
そうですね、まあ、やっぱり僕はこうジャズを弾いてきた人間でもあるので、その普段いわゆるこうフルアコ、ヤセミアコ、大きいボディ の、はい、ギターを弾いてる方には一度ちょっと持ってみてもらいたいですね。一度ちょっと弾いてもらいたいなと思います。なんていうんですかね、そのいわゆるジャズギターの見た目ではないんですけど、そのこのレスポールの見た目からめちゃめちゃジャズの音がするっていうのはなかなかこう作戦としては面白いかなと思います。あとやっぱり普段こうなんていうんですかね、ソリッドボディのギターを弾いてて、まあ、ロックとかを弾いてるんだけど、まあ、ちょっとこうジャジーなことをしてみたいとかジャズに興味があるみたいな方にはこうすごくこう最初手始めには弾き心地も普通のソリッドと変わらないですし、でもこうジャジーなトーンが出せるっていうところでおすすめできるかなと思います。